こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。前回ご紹介した売上5000ドルから7000ドルに、アップした、乳幼児の子育てしながらね、Amazon 室に取り組んでる会員さん。その会員さんの報告を見てね、私も似たような売上なんで、個別サポートにアップグレードしますと言ってね、アップグレードした会員さんがいらっしゃいます。現在の売上が8682ドル。まあでもこれはもう年内1万ドル突破はほぼ確実です。で、その1万ドル突破のためのサポート。まずは在庫の適正化です。在庫の適正化を行うだけで売上が50%アップ。前回のこの乳幼児の子育ての会員さんも補充、そしてね、補充しない商品の削除。そういう在庫の適正化だけで売上がアップしてます。さらに、まあ、在庫によっては、あるいはね、ライバル状況によっては、広告利用数と売上100%アップも可能ですと、ね。これから見ていきますけど、まあ、もしかすると、ね、2万ドル弱まで、ね、補充がうまく追いついて、在庫がある商品があれば、売上そこまでアップする可能性すらあります。その在庫の、適正化のやり方です。まずは、このインベントリーからインベントリープランニングをクリックして、このインベントリープランニングの中のインプルーブセルスルー、ここをクリックします。そうするとね、過去90日間に何個売れた、今の在庫いくつと、ね、の古い在庫はどれだけあるというのが、このように、見れる画面になります。ここを見ながら、ね、在庫を適正化アドバイスします。で、この乳幼児の子育てをしながらね、Amazon 室に取り組んでいる会員さんは、この在庫の調整だけで売上が5000から7000円伸びました。やったことは3つです。まず1番目、売れてる在庫の補充。これね、補充が不十分なケースが多いです。売上伸ばす、利益伸ばす。このために一番重要なのもこの売れた商品の補充です。ここをね、おろそかにしちゃうと、せっかくの販売機会を損失してね、せっかく見つけた儲かる商品がね、ライバルに、追い抜かれちゃってあんま売れなくなるということもありますんでね。これはもう徹底して、利益が出る商品は在庫切れを起こさないように納品するというのが重要です。それから2番目、問題が発生した商品からの撤退。これ扱い商品はまめに教えてください。グレーな商品も会社さんによっては問題なく販売できているドラ箱商品だったりします。完全 NG でない商品は個別サポートでしかお知らせできません。相談してね、個別の商談、商品を相談してもらえば、この商品ね、最近、心眼鑑定あったから、この会員さんのアカウント状態だとね、まずいだろうという商品はね、止めることができます。ところが、みんなにこの商品がね、最近心眼鑑定ありましたと言ってしまうと、問題なく売ってる会員さんもいるんでね、商品知らせることになっちゃうんで、それができないです。そういったのもあって、問題が発生した商品から撤退。これはね、まあ、せっかく納品したのにね、売れなくなって在庫捨てる羽目になったり、あるいはね、アカウントとかアカウントにとってマイナスになりますんで、マミに報告してもらって、危ない商品は扱わないというふうにするというのがあります。で、3番目、補充しない商品の削除。これね、補充しない商品を残したことはリスクがあります。まあ、いくつかリスクあるんですけど、まあ、何しろこれ、消すことによってね、カート取得率が上がりますんで、それによって売上も増えていくと。この3つを実行するだけで、カート取得率が上がって、利益は伸びます。ね、新しい商品探したら、うんぬんとかね、やることは、そういうことをやらずとも、もう在庫の調整だけで、売上が伸びて利益も伸びるという状態にできます。ですんでね、これはなかなかね、思い込みでやったりなんだりすると、うまくいかないんで、やっぱ、他人ね、私に聞きながら、こうやってください。これはどうなってますかと、確認しながら進めるのが一番精度の高い、適正在庫にできますんで、適正在庫にしていきます。まあ、今、ね、まだ個別サポートを受けてない会員さんも、売上が5000ドルを超えている会員さんは、在庫調整と広告、価格ツールの導入で今年中に1万ドルを突破できる可能性が高いです。まあゼロからね、今始めたばかりという場合はね、ぐんと伸びるというのはね、在庫の関係で難しいんですけど、ある程度在庫が入っててね、ライバル多くて最近売れてないとかね、以前売れてた商品がね、ライバルが強くなっちゃって、いまいちカート取れなくなったというような商品が複数あった場合には、売上が急増できる可能性がありますんでね、まあご相談の上、個別サポートにアップグレードされてはいかがでしょうか。
また個別サポートのね、会員さんはこの3つやった方がいいんでね、やってどんどんまめに報告してください。また個別サポートじゃない会員さんもね、この在庫の整理はした方がいいので、これ参考にね、在庫を適正在庫にしてください。またご相談、ご報告お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。